今回は海外で話題の編まないでできる三つ編みヘアのご紹介です。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回は今海外で話題の編まないでできる三つ編みヘアのご紹介です。結構ね、この三つ編みってこう3つに分けてこう編んでいくっていうね、なんかスタイルなんですけど、結構後ろでやったりとかって難しかったりとか、例えば誰かにやってあげる、お子さんにやってあげるときにあまりうまくいかなかったりとかってしませんか？今回のやり方は誰でも簡単にできる方法になります。なのでいつもね、こう三つ編みヘアちょっとやってみたいけどできないっていう方におすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。まずはブラシで溶かしていきます。引っかかりがなくなるぐらいしっかりと溶かしておいてください。髪の毛を半分に分けます。半分に分けたら片一方でまずゴムで結んでいきます。反対側も同様に結んでいきます。結んだらどちらか片一方を下にずらして横に向かって空洞を開けます。こんな感じで空洞を開けて、この空洞に反対側の髪の毛を入れていきます。こんな感じです。で、次にこうくぐらした髪の毛をゴムを少し下にずらして、また空洞を開けていきます。こんな感じで。で、またこの空洞にこちら側の髪の毛を入れていきます。そうすると少しね、こう三つ編みっぽく編まれた感じになります。これをずっと繰り返していきます。またこちら側の髪の毛を下にずらして空洞を開けて中に入れ込んでいく。どんどんやっていきます。そうすると後ろでね、こう三つ編みが苦手な方だったりとかも綺麗なね、編み込みができてきます。で、ずらしてできる範囲だけで大丈夫なので、細かい髪の毛だったりとか短い髪の毛が出てくるまでやってあげて、最後にギュッと絞ります。そうするとこんな感じで編まれた状態になります。あとはこのままでも全然いいんですけど、少しねこうルーズ感が欲しい方に関してはこの部分をちょっとずつちょっとずつ広げていきます。そんなに出しすぎなくても大丈夫かと思いますので、なんかこう引っ張った時に少し出る部分だけやっててください。こんな感じでバランスを整えたら完成になります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。本当に結構単純作業でこう2つをこうくぐらしていく、もうそれだけなんですよね。で、最後の最後にちょっとね、まあゴムの部分を隠すようにヘアクセつけてあげても可愛いと思うし、まあこうやってちょっと引き出したりとかしてボリュームも出してみたんですけど、まあこのままでも出さなくても結構おしゃれに仕上がるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。